んがポロッと X デイ当日を流出。こんばんルクルク。コラボの監査請求の再調査の結果発表のやり方についてひまそらしがポロッと情報を出してくれました。2月17日深夜スペースにてバズらないからいいやということで、監査請求の再調査の発表は2月28日までにホームページで掲載するらしいです。それに付け加えて、監査請求は僕に忖度してくれるわけじゃないからね、どうなるか楽しみだねと語っていました。28日昼頃までは発表しないんじゃないかと予想されています。コラボの説明会が26日なので、それまでに再調査に対する領収書や資料は提出確認済みなのではと思われます。結果としてはいろいろなパターンがあると推測されます。1、東京都にやはり不当だと勧告し是正を求める。2、問題はなかったと報告して炎上する。3、問題はあるもののとお茶を濁しうやむやに持っていく。4、東京都の発表と合わせシナリオ通りに進行させて責任をコラボにかぶせる。大きく分けてこんなもんでしょうか。東京都としてはコラボとの契約自体に疑惑を持たれているため切ってしまいたいが、各所の関係、国との関係、都民の疑惑の目、どこが落としどころなのかも難しい着地点ですね。保健福祉局の解体も視野にありますし、住民訴訟もいろいろな項目で考えられます。何もなかったはかなりのパワープレイになるでしょうね。今のところ監査請求の実施が行われた事例で問題なしの結果は以前調べた段階ではなかったので、前代未聞になるでしょう。この結果どちらにも取れるよねみたいなごまかしも考えられますね。28日は住民監査請求が本当に機能されているのか、そして自治体とは本当に隔離させた審査員なのか、ここも審判が下されますね。ご意見ご感想、結果まで武者震いすんぜという人はコメント欄までお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次の動画で